沢田健一郎です。キャストしたフライに魚が飛びつくかどうか、フライフィッシングでは最も緊張する一瞬です。そのフライが自分で巻いたものであればスリルは倍化します。フライタイイングはそれ自体大変楽しい作業です。ここではドライフライ、ウェットフライ、そしてサーモンフライのタイイングを行いたいと思います。それでは早速始めてみましょう。それではまずドライフライから巻いてみましょう。最初はフラットウィングを持ったスペックルドセッジです。フックはドライフライ用のダウンアイを使います。サイズは10番です。バイスにフックを固定する場合は必ずシャンクが水平になるようにしっかりと留めてください。スレッドはオリーブもしくはグリーンを使います。ファンデーションを終えましたらすぐボディを巻きます。このパターンは飛びゲラのイミテーションですからテールはありません。ボディに使うのは、コンドルのクイルです。なるべく幅の広いものを2本使います。シャンクにしっかりと留めます。最初はリブがはっきり見えるように3回転ほど巻いてください。次に間隔を狭め、フリューという細かい繊維がよく見えるように巻き続けてください。アイの近くまで巻きましたらスレッドで押さえます。余分はねじっておいてカットします。こうすると根元からうまく切れます。次はウィングです。これはピーコックのクイルです。これをカットする前にまず先端をある程度直線的に揃えます。こうしておいてからカットすると後の作業が大変楽になります。このカットしたクイルは実際に結ばれるウィングの約3倍の幅があります。これを裏返しにし裏側を向けて折り重ねます。3つに重ねたわけです。これを今巻き終わったボディの真上に乗せます。真上に乗せましたら左手の指を使ってこのウィングを屋根型に折ります。こうしてからスレッドでしっかりと固定します。真上にしっかりついたことを確認した上で余分をカットします。ウィングはこのままではもちろん長すぎますからこちら側の方もハサミで斜めにカットします。こうするとセッジによく似たウィングができます。ハックルは2本のダークジンジャーと1本のグリッズルです。最初はグリッズルを縛ります。ドライフライは必ず自分の方に表側が見えるように結んでください。最初に結んだグリッズルは最後に巻かれるハックとなります。その上に2本のダークジンジャーをやはり同じように縛ります。縛り終わったらこの余分のストークをカットします。ハックルを結び終わりましたら一番上にあるダークジンジャーから巻いていきます。先端をハックルプライヤーで押さえ必ず裏側が愛の方を向くようにして巻いていきます。ここまで巻きましたらスレッドで1回転しっかり押さえこのハックルはプライヤーごと引っ張ります。
こうすると根元からうまく切れます。2本目も同じです。スレッドでやはり1回転しっかり押さえ、プライヤーを引いてカットします。最後に巻くグリッズルは、今まで巻いたハックルの中を均等に巻けるように工夫してください。これも同じようにスレッドで留めましたら、このスレッドはハックルの中を2回もしくは3回転しながら藍に近づきます。この時ハックルを倒さないように気をつけます。まずハーフヒッチャーを使いまして藍を隠します。こうしておいてスレッドで 4、5回転この周りを巻きます。これによってヘッドが出来上がります。これが済みましたらハーフヒッチを行います。4、5回行ってください。最後にスレッドをカットするときはハサミをほんのわずか開いてスレッドに沿って下げます。ハサミを閉じずにただ前に押します。こうしますと張っている糸だけが切れてハックルは傷みません。補強のためにセメントを一滴ヘッドに塗ります。これで アップルというフライです。アップライトウィングというのはウィングが真上を向いています。カゲロウの亜成虫である段のイミテーションとして大変多く用いられております。スレッドはクリムソンに変えます。テールは丈夫なコックハックルのレッド、このファイバーを使います。サイズ10番の場合でおよそ10本くらいです。これがテールです。ボディは赤いクイルを使います。根元の方をしっかりと結びます。2枚使用しますがずれないようにしてください。リブがはっきり見えるようにボディを作ります。藍まで 2、3 ミリ残したところで余分なマテリアルをカットします。今度はウィングです。アップライトウィングはこのパターンの場合、マラードダックのプライマリーウィングを使います。この場合に気をつけることは、必ず同じサイズ、同じ色、同じ形のものを使ってください。左右から同じ幅だけクイルを切り取ります。切り取ったクイルは裏側と裏側の先端をまず合わせます。もし幅が違う場合はこの状態の時に調節してください。こうです。
まず左手の人差し指をボディに添えます。ウィングを当てて長さを測ります。ちょうど良い長さに調節したらウィングを左手の人差し指と親指とで軽く押さえます。スレッドは1回転です。スレッドを通したら2本の指は指先の方をしっかりと締め、内側は緩めます。こちら側です。こうしておいてからスレッドを引きます。こうするとウィングが起きやすくなります。念のためにあと2回くらいスレッドは巻きます。一度ウィングを見ます。これでウィングがつきました。まず補強のために根元を巻きます。次に余分をカットします。このウィングを起こすには右手でまずウィングを持ち上げ、ウィングの根元のテール側を2回転スレッドを通します。次にこのスレッドでウィングのすぐ付け根です。これを巻きます。どちら側からでも構いませんから2回転巻きます。次に今とは反対方向に巻きます。片側しか巻きませんとウイングがねじれてしまいます。こうしてウイングが直立しました。指で左右に分けます。これがプレートウイングでした。ハックルは丈夫なファイバーのレッドハックルを3本巻きます。まずウィングの前を巻くハックルを縛ります。必ず、自分の方に表側が見えるように結んでください。スレッドはウィングの後方に移動させます。ウィングの後ろを巻くハックルを2本重ね、ウィングの後ろに縛ります。これも必ず表側が自分の方に見えるように結んでください。余分のストークはここでカットします。一番最後に結んだこのハックルを一番最初に巻いていきます。ウィングの後ろ側のハックルです。裏側が愛の方を向いていることを確認してください。巻き終わりましたらスレッドで1回転させプライヤーを引っ張ります。2本目です。同じようにハックルの巻き代が見えたり、あるいはウィングとの間に隙間が開かないようにしてください。スレッドで1回転して止めます。このスレッドはハックルの中を通りながらウィングの前に移動させます。3本目のハックルを巻きます。これは愛の方から巻き始め、ウィングの付け根までを巻きます。スレッドで1回転止めましたら、このスレッドはハックルの中を通って愛に移動します。ハーフヒッチャーで愛を隠し、まずスレッドを巻きます。数回巻いてヘッドを作ります。次にハーフヒッチをやはり数回行います。仕上げにはバーニッシュを一滴塗ります。これだけ。
スペントウィングというのはカゲロウの最終形態スピナーという状態のイミテーションです。フライはワイルドキャナリーというパターンです。フックをアップアイに変え、スレッドはオレンジを使用します。テールはジンジャーのコックハックルファイバー、なるべく硬いものを少量巻きます。先ほどのレッドクイリーに比べまして、少ないハックルを長めにつけます。ボディはハックルストークというものを用います。これはロードアイランドという品種の大きなストークです。このストークからまず通常用いるハックルファイバーを全部むしり取ってしまいます。こうしますと表側の皮が全部むけてしまいます。次に表側の方を爪でしごいて扁平にします。こうです。この細い方を表側が見えるようにシャンクに結びます。大変硬い材料ですから、スレッドでしっかりと結んでください。アイの直前まで巻きます。このストークを巻く場合はストークを手で持たずにハックルプライヤーで持った方が便利です。ストークは裏側が見えるように巻きます。巻くときは隙間が開かないよう気をつけてください。上手に巻くと綺麗な模様が出ます。アイのすぐそばまで巻いてください。大変硬い材料なので、最後に留めるときはスレッドを他の材料よりもしっかりと何回も巻きます。余分はこのハックルプライヤーをねじると切れます。スレッドでウィングをつけるためのファンデーションを巻きます。ストークはとても滑りやすいマテリアルですから、必ずスレッドでファンデーションを巻いてからウィングを結びます。ウィングはジンジャーのコックハックルの大変小さいものを2枚使用します。適当なサイズに根元の部分をむしったものを表と表を合わせて持ちます。こうしてボディの真上に結びます。こうです。さらに補強のために数回巻いた後、ウィングを起こします。起こしてテール側に2回ほどスレッドを通します。次はこれを左右に開きます。開いてスレッドを通します。タスキ掛けと呼んでいますが、斜めに2回ずつ通します。これで水平に伸びるウィングができました。これをスペントウィングと呼んでいます。カゲロウの成虫のスピナーという状態のイミテーションです。ハックルはこれもまたジンジャーです。これを3本巻きます。まずウィングの前を巻くハックルを止めます。この時ウィングが水平に伸びているとハックルが巻きにくくなります。巻きやすくするためウィングを上に向けておきます。スレッドでしっかり止めたら、スレッドはウィングの後方に移動します。ウィングの後ろ巻くハックルです。3本のハックルを固定したら、余分のストークをカットし、ウィングの後方のハックルから巻き始めます。ウィングの付け根に隙間が開かないように気をつけてください。スレッドは固定したら、ハックルの中を回転しながらウィングの前に移動させます。2本目のハックルです。これは無造作に巻いてもらって結構です。3本目のハックルです。このハックルを巻くときに
それまで巻いたハックルの状態をよく観察してから、量の少ないところを重点的に補充するように巻いてください。止めたスレッドはハックルの中を回転しながら愛に向かいます。スレッドが愛まで到達しましたら、同じようにハーフヒッチャーを使って愛を隠しておき、スレッドを数回巻きます。次でハーフヒッチを行います。スレッドをカットしましたら、ウィングを元の位置に戻します。うまくついていることを確認した上でバーニッシュを落とします。これで完成。それでは今度はウェットフライを巻いてみましょう。ウェットフライはドライフライと違って、沈むのが普通ですから、針は若干重たいものを使います。最初はフロスのボディを持ったグリズリーキングという大変有名なフライです。フックは6番を使用しています。最初につけるテールはスカーレットアイビッシュです。ファイバーを 4、5本使います。シャンクの真上にテールを結びます。次にリブとなるティンセルを結びます。このティンセルはフラットのゴールドティンセルですが、シャンクの真下に止めてください。次はフロスを使用してボディを巻きます。シルクのフロスは普通2本寄りになっていますから、まず2本に分け元に戻します。小さいフライを巻く場合はこの片方だけを用います。愛から少し離れたところにこのように止めます。そしてまずテールの方に向かって巻き始めます。ボディの後端までしっかりと巻いたなら、もう一度愛の方に戻ります。フロスは一定の力で滑らかに巻いてください。スレッドで3回転ほど巻いてフロスを止めます。リブは等しい間隔を保ったまま4回転もしくは5回転くらいでボディを巻きます。同じように3回転ほどのスレッドで止めます。ハックルはグリズルです。ウェットフライですから、量は大変少なく、ドライフライの半分以下です。結び方も逆となります。
裏側が自分の方に見えるように結んでください。巻く時も逆となります。裏側が常にテールの方を向くように回転させてください。通常4回転程度です。スレッドで2回転ほど止めます。余分のストークをカットします。次にこのハックルをボディの真上で左右に分けます。ファイバーをすべて下に向けておいてスレッドで固定します。大部分のウェットフライはこうしたハックルを持っています。ウィングとなるグレイマラードです。これもカットする前に先端をこのように揃えておきます。2枚から作る場合とこのように1枚から作る場合とがあります。ウィングとなる幅の約3倍をカットします。内側を向けファイバーが割れないようにしながら3つに重ねます。こうです。これを今巻いたハックルの上に結びます。寸法を決め、それから人差し指を添え親指で挟みます。このウィングはダウンウィングといいまして、ボディのすぐ上に巻かれますからウィングがなるべく起きないようにします。指先の方を緩め、ウィング側はしっかり支えたままスレッドで巻きます。こうしたウィングです。うまくついていることを確認した上でさらに補強します。余分をカットします。しっかりとヘッドを作ります。ハーフヒッチを数回行います。仕上げはバーニッシュです。これで完成です。さて今度は、ダビングボディを持ったピーコッククイーンというフライを巻きましょう。サイズは同じく6番です。スレッドはオリーブを使っています。ファウンデーションを終えましたら、ティップというものを作ります。これはシルバーの細い、フラットティンセルです。これをボディの後端となるところに結びます。結びましたらベンドの方に向かって巻いていきます。2ミリ程度巻きましたら再び巻き戻します。往復巻きましたらここで止めます。ティンセルは両方ともカットします。テールに使うのはピーコックのスウォードフェザーです。4、5本使います。
次にリブを留めます。リブは金色のオーバルティンセルです。シャンクの真下に留めます。スレッドは余分なマテリアルをきちんと押さえておきます。そしてボディの後端まで移動させます。余分な材料はカットしておきます。次はダビングのボディです。ダビングの材料を適量引き出します。これをなるべく細かくちぎります。ダビングはマテリアルの量が少ないと優しいのですが、多すぎると難しくなります。少なめに用意し、足りない場合は何度でも付け足してください。マテリアルをこのように紐状にしましたら、細い部分を縛ります。そしてスレッドと一緒にねじり、毛糸のような状態にします。こうしておいてボディを巻きます。ボディが終わりましたら、用意してあったリブを巻きます。やはり4回転もしくは5回転くらいです。スレッドで留めましたら、余分な材料はカットします。ハックルはヘンフェダントのブレストフェザーを1本使います。根元の柔らかいところをむしります。裏側が見えるようにして縛ってください。短いハックルですから2回転もしくは3回転しか巻けません。裏側がテールの方を向くように気をつけてください。止めましたら、ハックルをシャンクの真上で分けます。こうしておいてから、全てのファイバーを下に向け、スレッドで固定してしまいます。こうです。ウィングはその名の通りピーコックを用います。両側からも取りますが、今までのように片側のクイルからだけでも作ることができます。ウィングの幅の約3倍カットします。先ほどと同じように内側に向けて折ります。まず人差し指を添えてサイズを測ります。サイズが決まりましたら、ボディのすぐ上に位置するように押さえます。そしてスレッドで1回転かけ、なるべく先端を緩めてウィングをしっかり保持したままスレッドを引きます。念のために数回それを繰り返します。ウィングがつきました。上手についたことを確認した上で、もう一度ウィングを押さえ、さらに補強して巻きます。途中で余分をカットします。カットが終わりましたら、さらにスレッドでヘッドを作ります。しっかり巻き終わりましたら、ハーフヒッチを行って止めます。仕上げは同じようにバーニッシュを塗ります。これで完成です。
さて今度はティンセルボディにボディハックルを持ったフライを巻いてみましょう。グレートセッチと言いますが、その名の通り大変、飛び際によく似ております。ティンセルのボディもボディハックルもウェットフライにはよく見られる形です。フックは同じく6番、スレッドは黒を使用しています。テールに用いるのはゴールデンフェザントのトッピングのごく小さいものです。これを1枚結びます。ボディを巻く前にまずリブとなるオーバルティンセルを結びます。シャンクの真下に位置するようにしてください。ボディのティンセルはいろいろな巻き方がありますが、ここではフロスと同じ巻き方をしてみます。先端をアイの近くに結びます。ティンセルは硬いですから、重ならないように気をつけて、テールに向かって巻いておきます。ボディの後端までを巻き終えましたら、もう一度アイの方に向かいます。緩まないようにしっかりと巻いてください。スレッドも普通のマテリアルより数回余計に押さえます。次にボディハックルです。ハニーグリッズルを1枚巻きます。裏側が自分の方に見えるようにして、ヘッドから少し離して押さえてください。余分をカットします。まず押さえた部分を2回転巻きます。次にこのハックルはスレッドを乗り越えまして、リブを巻くような要領でテールの方に向かって巻いてまいります。この時にフックポイントに触らないようにしてください。ボディ後端まで巻きましたら、リブでストークを押さえます。このリブはハックルの中を通りながらアイに向かいます。アイまで来ましたらスレッドで止めます。先端の余分なハックルもカットします。スロートハックルはパトリッジのバックフェザーを使います。このパターンは少し長めのものを2枚用意します。パトリッジのハックルは大変細い弱い羽ですから、なるべく力を入れないようにそっと巻いてください。裏側が見えるようにして押さえます。余分をカットし、1枚目を巻きます。強く引っ張りますと簡単に切れますから、そっと巻いてください。約2回転です。2枚目です。スレッドで留めましたら、今までのファイと同じようにハックルを左右に分け、下を向け、スレッドで固定します。ウィングはスペックルドフェダントのテールを使います。この他にもピーコックやターキーをよく使います。
伝え方は今までと同じロールドウィングです。裏側に向けて重ねます。人差し指を添えてサイズを測り、長さが決まりましたらスレッドで一回転して先端の方を少し緩めてスレッドを引きます。こうするとウイングがシャンクのすぐ上につきます。いわゆるダウンウイングという形です。サイズがいいようでしたらさらにウイングを押さえた状態で巻きます。途中で余分をカットします。さらにスレッドでウィングを補強するとともにヘッドを作ります。ハーフヒッチを数回行いセメントを塗りますとこれで完成です。さて最後は豪華絢爛なサーモンフライです。サーモンフライは巻くのに大変時間がかかりますが、今まで巻いたドライフライとウェットフライのテクニックで十分巻くことができます。今回巻くのはジョックスコットという大変有名なフライです。サイズもゴーゼルという大変大きなものです。最初に巻くのはタグです。タグはシルバーのフラットティンセルを使います。テールはゴールデンフラントのトッピングの小さいものとインディアンクローを重ねます。タグはバーブの真上から始まります。テールはインディアンクローが上となります。次は黒のオスリッチハールでバットを作ります。ボディは中央までテール側半分ですが、そこは黄色いフロスト、シルバーの細いオーバルティンセルでリブを作ります。バットはフックポイントの真上までに収め、シルバーのリブは 4,5 回転フロスの上を巻きます。ボディの後半が終わりましたら、その上にトーキャンを2枚、上下を覆うように結びます。そしてさらにもう一度黒のオスイッチハールでバットを作ります。2番目のバットはボディ全体の中央に巻き、トーキャンは後ろのバットまでをカバーします。残り半分のボディは黒のフロスで巻きます。その上にはリブとしてやや幅の広いシルバーのフラットティンセルと、そのテール側に沿ってシルバーのツイストを巻きます。ボディハックルはナチュラルブラックのコックハックルを1本、ツイストのテール側に沿って巻きます。ボディハックルは今までとは逆に巻きます。ダブリングと言いますが、まずファイバーを片側に揃えます。ハックルはティップ側を結び、ツイストのすぐテール側に沿いながらアイに向かって巻きます。次はスロートハックルです。スロートハックルはギニアフォールのスペックルドフェザーを用います。スロートハックルを巻くとボディが全て完了します。ウィングに入ります。ジョック・スコットはアンダーウィングというウィングを持っています。アンダーウィングは最初に巻かれるウィングです。このパターンはホワイトティップターキーを使用してそのアンダーウィングを作ります。
スロートハックルはファイバーをすべて下に向けます。アンダーウィングをなるべく低く結ぶようにしてください。さあ、いよいよウィングです。サーモンフライのウィングはこうしたさまざまな羽を使うことにより天然にはない色彩を作り出します。マリードウィングを作る準備を始めます。マリードウィングは数多いマテリアルを右と左に分けて作ります。右は右、左は左と同じ量だけ切って揃えます。このフライは7種類のマテリアルを使用しています。サイズが50ですから1種類につき3本のファイバーを使用します。これを順に1枚の羽のように接着していきます。こうして作られるのがマリードウィングです。右側同士、左側同士は種類の異なる羽であっても接着することができます。出来上がったウィングは1枚の自然の羽のような形にする必要がありますから、先端がほんのわずかずつ長くなるように接着していきます。これで5種類です。一枚一枚接着しながらウイングの形に常に気をつけます。最後はゴールデンフェダントのテールです。これで接着できました。これはフライの右側のウイングとなります。すでに作り終えた左側のウイングと合わせるとこのようになります。出来上がったマリードウィングを結びます。マリードウィングは裏側と裏側を重ねます。この時左右のウィングの先端を正確に揃えてください。こうです。これをすでに結んであるアンダーウィングの上にかぶせますが、アンダーウィングをすべて隠さないようにしてください。この位置です。ウイングがつきましたらその状態をチェックします。まずマリードウィングがシャンクの真上にあるかどうか、次に横から見た場合アンダーウィングをすべて隠さず、しかもアンダーウィングと同じカーブを描いたまま一枚のウィングのようになっていることです。次にバードウッドダックとティールダックをマリードしたこういう非常に薄い羽ですが、これをウィングのサイドにつけます。この位置です。サイドはウイングのほぼ中央に結びます。次はピーコックスウォードを左右各1本ずつ結びます。これは場合によってはアンダーウィングのすぐ後に結ばれることもあります。ウイングの最後はブランマラードをかぶせます。これはルーフとかキャップとも呼ばれています。ルーフはウイングの真上をカバーし先端まで伸ばします。サイドの上からはジャングルコックとさらにその上にキングフィッシャーのチークを結びます。ウイングの上にはトッピングを1本、ウイングのカーブとぴったり一致するようにして結びます。トッピングの先端とテールの先端がぴったり合うようにしてください。終わりはホーンを左右に1本ずつ結びます。仕上げは黒のバーニッシュをヘッドに塗ります。これでジョックスコットが完成しました。このフライはなんと28種類の材料を使っております。サーモンフライの中でも、技術的にかなり難しい方ですから、これが負ければあらゆるフライが容易に負けるようになります。皆さんもぜひチャレンジしてください。
いかがでしたでしょうか。フライタイングはフライマンに夢を与えてくれる作業だと思います。この素晴らしいタイング、皆さんもぜひ楽しんでください。